皆さんこんにちは、はじめさくです。本日はキャンドゥさんから新発売になった素敵な新商品と再販商品の紹介をしていきたいと思います。まずはこちらのマスキングシールブックの紹介です。こちらは前作出た大人気のこちらのシールブックのね、新作だと思われます。今回4色発見したので4つとも買ってきました。こちらがマスキングシールブックのホワイトかな。ジャンコードはこちらになります。こちらがパープルになります。ジャンコードはこちらになります。こちらがイエローになります。ジャンコードはこちらになります。こちらがグリーンになります。ジャンコードはこちらになります。パラパラっとだけ中をお見せしますね。ホワイトは白黒とかですかね。こんな感じの中身になります。パープルの方もパープル系ですね。こんな感じになります。イエローもイエロー系ですね。イエロー系のお花や景色、植物などが多めだと思います。こちらがグリーンですね。グリーンの植物や景色、食べ物などがあります。こちらのねシールブックが新発売されたタイミングで、こちらの前作ですね、前回発売されてこちらも大人気商品だったと思うんですが、こちらの商品がね再入荷している店舗を見たので、店舗さんによってはこの新商品が発売されたタイミングで前作のものも一緒に入荷している場合もあるかもしれません。もしお探しの方は一緒に見てみるといいと思います。次はこちらのエイジフレークシールの新作が出ていたので買ってきました。こちらも4色ありましたので買ってきました。こちらがホワイトになります。ジャンコードはこちらになります。こちらがパープルになります。ジャンコードはこちらになります。こちらはイエローになります。ジャンコードはこちらになります。こちらがグリーンになります。ジャンコードがこちらになります。私がね発見した時にはちょうどこれ全部ラス1だったのでギリギリ買えてよかったなと思いました。あ、ですいません、ちょっと言い忘れたんですけどね、あの喉がクーラーにやられちゃってちょっと今日声カスカスなんですが、お聞き苦しいところがねあるかと思いますがお許しください。皆さんのところはどうですか？毎日暑いですよね。クーラーつけないと寝られないけど、クーラーのね風がなるべく当たらないような角度で寝てるんですが、どうしても当たってしまって気づいたら喉をやられていたということにサクさんはなってしまいました。皆さんも毎日暑いんでね、熱中症や体調変化ね気をつけてくださいね。でこちらのね、すいません、こちらの方の4色も前回ね、ごめんなさい1個しかないんだけど、こちらのねエイジフレークシールの新作別バージョンだと思います。でこちらもねすごく使いやすくて私もたくさん使わせてもらってるんですけど、それの新作ってことでねこちらもすごく人気になりそうだなと思いました。そして今回出たねこのシートブックと同じ色だったのがすごくエモいと思って買ってきました。可愛いよねこれ。同じね白だったらホワイト系だったらホワイトのやつとホワイトのエイジとかで一緒に揃えたらすごく可愛くコラージュできそうだなって思って買ってきました。そしてね再販の商品が売っていたので買ってきました。大人気だったねレトロフラワーが再販されたようです。私がね行った店舗では
こちらのシートシールとフレックシールの再入荷があったようです。デザインペーパーの方はね、私が行った店舗では見かけなかったのですが、もしかしたら店舗によってはデザインペーパーとかの入荷もあるのかなという感じはします。でこちらのシートシールね、すっごい可愛くて、でこのねクリームソーダがすごい可愛くて、コラージュに使いたいなって思ってたんですけど、どちらもね1個しかなくて、私ちょうど前回はね1個ずつしか買ってこなかったんですよ、こちらのシートシール。なのでちょっともったいなくて使えなくて、どうしようかなって思ってたので、ちょうどね再販されてるのを見て追加で買ってきました。これでコラージュに使える、やった。皆さんもねレトロフラワー探してたけど買えなかったって方はね、今回の再販のタイミングで手に入れてみてはいかがでしょうか。後半はこちらの品を使ってコラージュをやっていこうと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。完成です。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントいただけますと嬉しいです。